ていいけど、ちょっとユーマと2人だけの世界作る。ああ、イントネーションちゃんと合わせないと。ユニゾンはユニゾンだからな。近い。近い。お願いします。1曲目。はい。何時来るの？最初のマイク持ってた。びっくりやん。いつ来るか分かんないから覚悟しとく。あ、そういう感じなんですね。そういう感じ。次は俺のソロだとか思うと大間違いだから。何が起こるか。 MC なんかもう自由だから、もう好きにやらせてもらうから。お手柔らかに。いや、手を柔らかくはできないもん。はい、ということで、このメンバーでいきたいと思います。はい、それじゃあよろしくお願いします。じゃあこの MC はユーマに、今日はどうもありがとうって言ったら、はい。あ、バンドのメンバーだ、またな。そんな感じ。あ、もうそしたらね、大変なことになると思う。いい感じですね。いい感じだね。どうですか、ビデオか。俺今スチールかと思ってこうやって止まっちゃう。ポーズかけた。いやー、素晴らしいね。素晴らしい。まあ、真面目に発言すると、またこういう出会いがねあったっていうのはね、バンドを出会った時に近い驚きがありますね。オリジナルのスクールのオリジナルをなんかこう一生懸命なんか忠実に再現しようっていうのは、逆にそういう意識ではない感じ、はい、自分だったらこう言ってとかいうのがすごい見えるから、うん、なんかどの曲やっててもね、新鮮な感じが。新鮮ですね。うん、新鮮。僕楽しい。楽しいです。いや、なかなかね、そういう出会いってないからな、すごいね。人も楽しそうだし。なんか、みんな触発されて。全然違う。全然違うね。結構そうなんだけどさ、毎回さ、いろいろなことをこう、出してくるよね。うん。素晴らしい。うん、よし。ありがとうございます。いないですけど。ありがとうございます。